ヤクブヤンダは、チェコ共和国モラビアスレスコ州チェラドナー出身のスキージャンプ選手。2005から6年シーズンのスキージャンプ週間優勝、スキージャンプワールドカップ総合優勝。1996年からワールドカップに出場した。しかし2003年1月に、地元チェコのリベレツで3位となり表彰台に上がるまで、目立った活躍はなかった。2004年には、 日本チームの元ヘッドコーチとしても知られる、スロベニア人のバシャ・バイツが、チェコチームのコーチにつき、彼の指導を受けさらに活躍するようになった。そのため、ヤンダのフォームは、日本チームの前世時に見られたものに似ている。2004から2005年シーズンは、表彰台に何度も上り、1月のティティゼ、ノイシュタット大会で、初優勝を果たした。 オーベルストドルフで開かれた2005年、ノルディックスキー世界選手権では、ノーマルヒルで、銀メダル、ラージヒルで、銅メダルを獲得した。クーサモでの開幕戦で優勝すると、4勝を挙げ、総合1位で、ジャンプ週間に臨んだ。初戦のオーベルストドルフでは、ヤンネアホネン、ロアルヨケルソイに次いで3位となった。2戦目のガルミッシュパルテンキルヒエンでは優勝し、 ジャンプ週間の途中成績でアホネンに次ぐ2位となった。インスブルックでは、復兵のノルウェーのラーシュビステルが優勝し、ヤンダは2位に入ったため残り1戦を残し、アホネンを抜いてトップに立った。ビショフスホーフェンで行われた最終戦、ジャンプ週間を通しての優勝争いは完全に2人に絞られた。1本目、ヤンダとアホネンは同じ飛距離を出して、 ポイントでわずか1ポイントヤンダがリードした。残り1回ずつのジャンプを残して、ヤンダは3ポイントにリードを広げていた。2本目ヤンダが139メートル飛んだのに対して、アホネンは141.5メートルのジャンプを見せて、逆転勝利した。最終的に2人のポイントは並び、史上初の同点優勝となった。3位にはヨケルソイが入った。 ヤンダは1971年のイジーラシュカイライなるジャンプ週間におけるチェコ人のチャンピオンとなった。しかしその後、ヤンダは調子を落としそのシーズンに行われたトリノオリンピックでノーマルヒル13位、ラージヒル10位、団体9位に終わった。オリンピック終了後はラハティで2位になるなど、再び表彰台に戻ってきたが、シーズン初めに比べて、 フォームが固まらず苦戦が続いた。プラニツァでの最終戦のスキーフライング2連戦の1日目は29位に終わったが、シーズン総合優勝を競うアホネンも11位に止まったため最終戦は欠場した。ヤンダはチェコ人として初のワールドカップ総合優勝を果たした。ありがとうございます。